くだらん。王国もこんな小アッパに神経質になるよって。そうめ、そうでなくとはつまらん。こんな夢などは薄か。レベル30のサラマンダーだ。謝ればちょっとやけどするくらいで許してやるよ。最も強力すぎて死んでしまうかもしれんがな。俺のレベルは150だ。150！ エクスプロージョン！なんだ？こんなことありえない。あんたは正気で嫌がりますか？敵地のど真ん中で何言ってんですか？くたばれ異世界。交渉決裂か。そういう応戦しやがれです。ゾロス。また邪魔をするのか。カラダライズ。裏切り者とはいえさすがはクロノスですね。でもこれはどうかな。確かにお前の動きは早えよ。けどな、そんだけだ。力があってもここが欠けてんな。それじゃあ聖騎士失格だぞ。ふざけるな。聖騎士に必要なものは一つ、敵を粉砕する圧倒的パワーだ。もっぺん聖騎士見習いから始めた方がいいぜ。あれが伝説の騎士団団長の力。嘘だろ、これがメリオダスの。誰か。なんじゃこの魔力は。ドラゴンの匂いがするな。アクノロギア。まさかそっちから来るとはね。俺はお前を倒すために異種が。あ、お、完全なる滅竜まで、あと7人。あれが、悪のロギアか。よせ、叶う相手ではない。フェアリーハートを手に入れた陛下ならもしくは。僕はフェイト・アウェルニクス。この後とはもらっている。先生はもう年なんだからいたわってほしいものだね。でも生まれて初めての逆ナンパにホイホイ乗っかってみちゃおうかな。現在島津寮で生活。川上桃代に2度告白し共に撃沈。ふむ、
コナタの決闘を受けさせるにはどうすればよいかな。何らかの手段で怒らせるのがよいかと。なるほど、それはよい手じゃ。キャッツを全力で怒らせるのじゃ。キャッツは川上桃代に告白して振られたと聞く。ならばその惚れている女をいじめれば奴も怒るに違いなかろう。これそこのメス。何か用か。なんでもないのじゃ。なんでもなくないだろう。もしかして私と戦いたかったんじゃないのか。私はいつでも大歓迎だぞ。勘違いなのじゃ。先ほどまでさらばじゃ。今朝も君月志保君は百夜雄一郎君の実力を測るために襲ってました。で、お前が仲裁した？こっそり楽しんで見ときました。お前ちゃんと仕事しろよ。かましい！ゆうくん？ほっとけ。それじゃあ久しぶりに授業を始めんぞ。要するにだ、ここで捕虜になったとしても。冗談ではない。こんなところで足止めを食ってる時間はない。どんな手を使ってでも国境を突破するのだ。褒美はいかようにも。少し黙んなさい、お姫さん。あなた様がいくら怒鳴り散らしても、それで不可能が可能になったりしないんだ。その程度の道理は他でもない帝国の歴史から学んでほしいもんですよ。これが大変な無礼を。お嬢に何て無礼なことを。あら、いけませんわ。そんな物騒なものを私に向けたら。突入！もうなんだ。お騒がせしてすみません。実は私の父が警視総監を務めておりまして、その上とても過保護なものですから。警視総監？そう。本田、下がって。はい。男らはおらぬ。さあ手を出してみよう。即座に成敗してくれる。待てよマザル、無視をするな。貴様なぜコナタに興味を示さぬ。それでも男か。コナタによろめかぬやつなど男ではないわ。男だというのならコナタに男らしさを見せてみよう。あら、許さぬ。決闘でなくともよい。今さてお前ら、よくも世界を支配するこの国、地味な役割を押し付けてくれた。どうしてくれようか。あれ？おめえも悪魔大元帥なら潔く覚悟を決めろ。悪意しわれ。